スタジオンフェイエノールトはオランダのロッテルダム南地区にあるサッカースタジアム。スタジアムの外見から愛称のデクイップの名前で知られているプロフットボールクラブフェイエノールトがホームゲームを行う歴史と伝統あるスタジオンである。他の主な大会としては2000年のユーロ2000の決勝戦の会場、2002年の UEFA カップの 決勝戦の会場として使用されている。1930年代に、スタデオンの建設を発案し、推し進めたのは当時、フェーノールトの会長だった、レイン・ファン・ザントフリート。ある日夢から覚め、思いついた。思いついた。と叫ぶと、大急ぎでそのアイディアを、メモ帳に書き記した。構造物で観客の視界が妨げられることがない、垂れ下がる第二リングを持つスタデオンの構造は、 彼の夢を現実にしたものである。数ヶ月後に建築士ファンデル・フルフトが話し合いに招かれ、二層構造が決定した。1934年にファンザントフリートは他の様々なスタディオンを訪問するために国外を何度も旅行。実際に同じ二層構造のアイディアで1932年に完成したアーセナル FC のハイベリーに大きな印象を受け、またアメリカでは ボストン・レッドソックスのスタディオンを訪問し、観客がどこからでも良い視野で試合を見られる重層構造にインスピレーションを得ている。建設工事は1935年9月16日、プックファンヘールによって最初のポールが打ち込まれて開始。構造物自体は1936年に完成したが、スタディオン内外に必要な基盤設備がまだ出来上がっていなかったために数ヶ月間使用できない。 状況が続き、1937年3月に、ようやく、オープンを迎えた。ファンデル・フルフトは1936年にすでに、亡くなっていたために、完成の場に立ち会えなかった。多くの立ち見席を持っていた、スタディオン・フェーノールとの座席数は65.000席。1949年の SVVSC。 ヘイレンフェーンのカンピューン決定戦は69.300人の観客数記録を残している。数回の改築と立ち見席に廃止を経て座席数は現在51.117席に減少。さらに安全面の理由により現在は観客数47.500人でチケット完売となっている。 スタディオンの公式のオープンは1937年7月23日だが、その前の3月の時点で激しい雨の中で、初試合が行われている。フェーノールトがベールスホットを迎えた好ゲームではレーン、フェンテがデカイプでの初得点を記録し、3 7 8 2 5二の観客の前でロッテルダマースが5から2で勝利した。デカイプでの2つ目の試合は、オランダ対ベルギーの代表戦。 注目すべきこととして、1から0で終わったこの試合でも再びレーン・フェンテがゴールを決め、オランダ代表のこのスタディオンでの初得点を記録した。その後オランダ代表は、スタディオン・フェイエノールトで100試合以上を行っており、100試合目は元代表、フランク・デブールのちょうど代表100試合目でもあった。1957年に53メートルの照明塔が設置。 11月27日に初めてのナイトゲームが開催され、フェイエノールトがイングランドのセミプロボルトン・ワンダラーズと対戦して、0から3で敗れたが、今も夜のでカイプの独特の雰囲気は特に、欧州戦で、競合クラブ相手に、いくつものサプライズを起こしてきた歴史とともに、ファンに愛されており、デカイプの四方に立つ四つの照明塔は、ゴリアテのような四人の巨人、町の守護者であり、 レヒューン全体のシンボルトリー・タワースの歌うマイン、フェイノールトで描写されている。スタディオン・フェイノールトは純粋なフットボールスタディオンであるが、空いた日程ではオートバイレース、ボクシング、陸上、体操など他のスポーツにも使われ、1939年にはオランダの体操選手権が開催された。スタディオン・フェイノールトをぶち壊す計画は過去に3回立てられている。 純粋なフットボールスタディオンとしてだけでなく、多目的な機能を備えた、スタディオンはロッテルダム、そしてオランダ全体の希望であり、1993年に、プランが立てられると1994年に実現。フェーノールとスタディオンの家屋建築企業だった、バケマ建築とファンデルフルフと建築のリーダーファンデン、ブルークによって、スタディオンの改築が行われた。改築工事中も試合は行われ、 ベーカー戦決勝やピンク、フロイドのコンサートも開催された。改築工事が8ヶ月間続いたが、その間にはアメリカ合衆国でのワールドカップによる大きな休み期間を挟んでいた。改築費用は1億2000万グルデン。改築の目的はスタディオンの多機能化であり、使用効率性を高めることだった。 改築後の正式オープンは1994年11月16日、ビレム・アレクサンダー王子出席の下、オランダチェコの代表選が行われた。この改築によりにフロアと7つの大きなホールを備えたマースヘバウが導入され、大きなレセプション、ビアホール、博物館、事務所などが収納された。マースヘバウとスタディオンの第一リングはエスカレーターで結ばれている。その後すぐに、 全く新しいニューカイプ建設のプランも立ち上がったが、スタディオンフェイエノールトは、ロッテルダム市によって構造物自体がモーニュメントの認定を受けており、スタディオンフェイエノールトは古き良きフットボールテンペルとしての雰囲気が愛されており、モダンフットボールで一般的になった大型のスクリーンは常時設置されていないが、2014年に1月に南側の第一リングと、 第2リングの間にかかっている横長のスコアボードが LED スクリーン化され、ビデオ表示が可能になったことで、選手紹介やサポーターへのメッセージ、一時テスト、されていたゴールラインテクノロジーの CG 表示など、様々な仕様がされている。ありがとうございます。